ケです。テムしてますね、はい、吉田勉です。今日は福岡県の飯塚市にやってきました。いろんなところちょっと実は視察をしたんですが、ここは有名な花宝劇場です。江戸時代から続く建物で一度消失したということですが、それがこのまま復元をされまして現代まで続いてきているところです。そして今から何年前でしたかね、大きな水害がありまして、その時に水没をして使えなくなったんですが、復旧させようということで津川雅彦さん、長門裕さんの兄弟の皆さんなどが頑張っていただいて現状の形に復旧をされました。非常に昔からいろんなものが上演されておりますし、これ全国の座長大会ですね、皆さん方のこの一座と言われる人たちの頑張っているもの、あるいは歌謡ショーなどがずっと開かれまして、昔通りの作りでこの佐敷があるところで、有名なところで私もぜひ会いたかったんですが、今日はこの臨時休業ということになってます。ちょうど今熊本でこの大きな震災があって九州一円に影響が出てますので、急遽休業ということになったそうです。非常に中が入らなくて残念なんですが、この雰囲気だけ確かめてもらいたいと思います。この劇場の前にこの有料駐車場があるというのが今風の感覚だろうというふうに思いますが、中は非常に立派な劇場です。有名なこの一般のこの今あるホールなんかと違った昔の風情を残した劇場として有名です。今後もぜひ続いてもらいたいと思います。吉田勉でした。終わります。